自衛隊中央病院は東京都世田谷区池尻目黒区東山にまたがる防衛省三宿地区内に所在する3自衛隊の共同機関としての病院である指揮監督は防衛大臣が陸上幕僚長を通じて行う体制になっており病院長は各自衛隊の自衛官から転換した防衛機関が就任している自衛隊の機関としての病院は 本院の他に自衛隊地区病院が15院設置されている自衛隊中央病院では、傷病者の治療のみならず、診療放射線技師の養成及び防衛医科大学校と連携した医師臨床研修を行っている採用者に限定、総合病院に匹敵する診療科を備える病院であるが、有事に負傷者を収容することを前提としているため、常に 一定の空きベッドを確保し運営している。現在は一般の医療機関と同じように誰でも受診できるが紹介状がなければ特定療養費が加算される。2009年1月、新病院社が完成した。地上階は2倍の10階建て、地下2階、延べ床面積は約2倍半になり、屋上には緊急輸送のためのヘリポートを備え付けている。地震対策として 免震構造を採用し、緊急時には、平時の2倍戦傷の増傷が可能となる3月18日に、落成式を済ませ、4月3日から新病院者での外来診療を開始している。なお、隣接地にある国家公務員共済組合連合会、未宿病院とは密接な連携関係にある。自衛隊中央病院の医官が、未宿病院で一般外来の診療に当たることも多い。 看護師たる陸上自衛官を養成していた期間、学生は入学と同時に自衛官としての身分が与えられ、特別職国家公務員として給与が支給され、3年間の教育を受ける。3年時の2月には看護師国家試験を受験し、卒業と同時に二等陸層に承認し全国の自衛隊病院衛生科職種の部隊で勤務する。 制度発足当初は女性のみの募集であったが2002年以降は男女共学となった自衛隊の養成機関であるため入学金、授業料等は不要である陸上自衛隊看護学生としての採用は平成24年度採用の第56期生をもって終了し現在は防衛医科大学校看護学科学生に一本化されている2016年3月をもって 防衛医科大学校高等看護学院及び自衛隊中央病院高等看護学院は廃止されたため、医科は家庭教育の概要の記述となっていることに留意、承認に通り育相承認後、おおむね3年以上勤務すると、幹部候補生の受験資格が得られる。幹部候補生に合格すると、陸上自衛隊幹部候補生学校に2ヶ月間入校し、2泊3日の野外訓練を2回行い、 30kg の装備を背負い 20km の行軍を行う。看護師、経験4年目から災害派遣される。看護師、経験10年以上で野戦病院訓練を行う。ナースキャップは米軍に習い、特と包帯になる、独特の形をしている。カリキュラム試験において、銃の組み立て分解やヘリコプターからの降下訓練、藤屋 A 訓練等がある。 生活入隊と同時に全員が得ないで規則正しい。集団生活を送る。土日用は、比較的自由な時間を過ごすことができる。成績によって上官より土日外出禁止を指示される。場合あり、診療放射線技師選抜試験合格者に対し、診療放射線技師として必要な知識、技能を習得させる。修行年限は3年。卒業時に当陸層に任用され、 陸上自衛隊の衛星化部隊及び自衛隊病院、駐屯地業務隊で勤務する。1956年9月15日に、職能補導所として開設、公務または通勤に再支負傷し、もしくは疾病にかかった自衛官のうち構正指導を必要とする者に対し、必要な教育を行う機関、プログラム開発か、情報システムか、建築設計か、機械設計か、 木工家、一般事務科を有し教育年限は1年。ありがとうございます。